ミッションコンプリート。そしたらそっちがハージャントベルマンでしょ。それはおかしいわ。これすごくない？餃子すごいよ。ここ1、2、3、4、1箱につき20個入ってるでな、うん、まあまあ食べるね。うちらもうしばらく餃子やな。すげえ緊張してきた。歩いてきたらサービスエリアに繋がったね。えほんまや、もうここで浜松餃子食べれるやん。帰れるわ。サービスエリアで済ますパターン。ミッションコンプリート。しかも夜中も食べれるっていう。いや、よくこの時間にそのテンション出れるな。尊敬するわ。今日も父ちゃんは下で寝ます。はい。あ、空気入れたって。え、もういいんじゃない。変わってみる。え、いいの。はーちゃんと下で寝てみたら。なんでなん。そしたらそっちがはーちゃんと寝る番でしょ。それはおかしいわ。確実に。あ、これこうやってやるだけか。そう、いつもの相棒。今日は頭がこっち。はい、設置完了。カプセルホテルみたいになった。今日はでもあったかいね。すごいあったかい。寒くなったら電源入れたらいいか。かぶい。あれ。控えめに言って秘密基地感最高。憧れの秘密基地やろ。なんかな、静か。俺パーカーかぶっとるでか。おはよう。いい天気だね。うわ、まぶし。上、え？朝日あった。ここめっちゃええやん。逆やろ。立場逆。こっちやろ。でん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 。うわあ。あ、でも。やっぱり。で、サーティワンまであるからな、ここのサービスエリア。本当はスタバもあるやん。認定とかじゃ、認定。本当だ本当だ。早速買った。餃子を持ち歩く女。よっしゃ。もう時間ないから行こうか。行きましょう。はい。本当に今日暑いよね。いや、今ね、車内21度ある。すごい暑いよ。こんな11月のもう半ば超えたのに21度もあるっていうね。
ほら、ちゃうか。こっちも警察やった、これ。警察やと思う。なんやろ、すげえ緊張してきた。何もしてないのに。消防車来た。もしかしたらなんか消防の訓練で警察も一緒に立ち会いのもとやるんじゃない？うん。なんて書いてある？すんざい。めちゃめちゃロケーション良くない？無人駅で君を待っている。歌い。浜太郎さんです。あ、大好きなカウカウや。ハリセンボンも来てる。美味しい。美味しそう。美味しい。美味しい。また買ったよ。3箱も。1箱につき20個入ってるでな。うん。まあまあ食べるね、うちら。もうしばらく。餃子やな。今ね、マイナス19度。すごい。うん、ちょっと開けたからちょっと上がってしまったけど。冷え冷えじゃん。おーよ、冷えとるわ。こちらもお願いします。エビ餃子、1つと20個入り。はい、しそ餃子を。20個入りを2つ。要は冷凍ってことで、冷蔵じゃなくて冷凍で持って帰ってくださいってことで。エビ、しそ、しそ、よし、オッケー。まあ、とりあえずマイナス18度やけど全然オッケーでしょ。餃子のタレは冷蔵庫へ入れておきましょう。ここでいいか。ちょっとコンプレッサーの多分部分が若干あったかくなるぐらいで、別に熱いってことはないね。ねえねえ、これすごくない？餃子すごいよ。ここ1,2,3,4,5,6,7 種類もある。さすがにでも7種類全部買うわけにはいかんからな。ね、買いたいけど。ちょっとこの中から厳選して2個ぐらい買う。2個ぐらい買おう、ね、どれがいいんだろう。なんかこのさ、売れてる感見るとこれいいのかなとか思うしさ。確かにね。げんこつ肉餃子、餃子のかもちゃん、鶏ごぼう。もうね、コンプレッサーでやっぱ止まってるね。設定温度までやっぱり行くとこれも止まるんやな。あー、冷たいわ。便利やね。うん、拳4個分は余裕で、ある。あと何個買えそう？あと、まあ大きさにもよるけど、あとまあ2つ3つぐらいはいけるかな。あ、やば。ユーミーじゃん。水曜から夜更かし餃子グランプリ優勝。あ、やばい。このいつもこのいざこざが。いざこざってない。押すな押すなみたいな。